名古屋からアニメを。2021年放送予定の名古屋初本格的アニメのタイトルは四季桜。そのアニメの制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。2021年放送予定のアニメ四季桜、今回は四季桜配役オーディションの様子をお送りします。入賞オーディションからおよそ1年、この日のためにレッスンを積んできました。そして今日は私たち名古屋声優にとって勝負の日。前回のオーディションした時はまだ年末でキャラクターとかまだ固まってなかったんですけど、今回もキャラクターデザインもほぼほぼメインどころは決まってきたんで、それを見ながらキャラに合う子たちを決めていきたいと思っております。面白いというか、なんかこう可能性、この中でそうですね、今後の可能性とか、そういうところも含めて、いろいろ見ていけると一番いいのかなと思ってます、はい。今回オーディションを受けることができるキャラクターはこの7つ。主人公の三輪かける、ヒロインの明神桜花、かけると桜花を取り巻く服部亮、成瀬楓、山田春子、三輪かけるの親友の長津吉平、そして物語を動かす重要なキャラクターのイバラ、この7枠を巡ります。オーディションは2日間にわたって行われ、34人の中から選ばれたのは、長津吉平役は中本大輔。その頑張り取っとかない？俺らの未来に上司から話しかけてくるのは 100% 罠だぞ。映えるわ。服部亮役は水上翔人。簡単に自分を手放そうとするな。お前の心が弱いから狙われた人ではありません。鬼です。鬼は切る。成瀬楓役は坂崎恵里。パパッとやっちゃおう。おうじゃあまた遅刻。私無理。鬼めっちゃエキサイトしてるし。山田春子役は落合夏樹。どこかで見たような。逃げようなんて思わないでくださいね。鬼だ。茨役は米山慎吾。人生に意味なんてねえよ。上等だ。切れるもんなら切ってみろ。明神桜花役は真城美穂。毎度お待たせです。あるべきところへお帰りください。恐れてはいません。当の昔に覚悟はできています。そして三輪かける役は織田雄大。この力があればみんなを救える。なんだよあれ、なんなんだよお前ら。意味わかんねえ。わかりました、俺ヒーローになります。放送開始まで1年以上ありますが、1回目のアフレコの様子も近日公開します。どんな感じになるのか興味津々ですね。